芝居小屋、十条銀座、メソポタミア、たこ焼き、王子十条散歩4。こんにちは、旅の空です。王子十条散歩に来ています。前回は王子の乗り物、大正建築の渋沢邸、紙の博物館、北区立中央図書館などに来ました。今回は十条駅界隈を散歩します。狭い路地ってワクワクしませんか？十条中央商店街を歩いていく。演芸場通りの旗が上がっている。篠原演芸場、大衆演劇をやっている。2021年の東京新聞の記事より。会場は70年前の1951年。当時は都内には50件もの大衆演劇の常設館があったという。今都内に残る常設館は3館のみ。公演によって値段が違うのかもしれないけれど、今回は当日券1800円、映画代ぐらいでライブの演劇が見れるってお値打ちですね。推しがいたらこの値段で毎日会えるって通い詰めるな。一度見てみたいんですが、今回は時間が合わなかったので次回に持ち越し。十条は商店街が活気があって有名なところ。お惣菜などたくさん売ってて楽しいな。さて、実は今回のお散歩企画のメインイベント、クルド料理のメソポタミア。メソポタミアというと古代文明を思い浮かべるんじゃないかと思うんですが、多分ここではチグリス川とユーフラテス川の間の地域という程度の意味で、古代文明とは関係なさそう。実は古代史専攻でメソポタミア文明を勉強していたので、ここに行ってみようというのが今回の企画でした。ウィキによれば、クルド人はいくつかの国に分かれて住んでいて、独立を求めて武力衝突したりしている民族らしい。お料理としてはトルコ料理とかに近いのかな。どれも美味しかったです。
メソポタミアを食べ終えて2軒目を探しに十条銀座へ。たこ焼き屋に入る。ハイボールをかけてのチンチロリン。今回で王子十条散歩は終了です。思った以上に見どころが多くてまた行ってみたいです。芝居小屋、十条銀座、メソポタミア、たこ焼き、王子十条散歩4、旅の空でした。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、コメントお願いします。また見てね。